小ぶりだけど、小ぶりだけど、あ、あ、大きいのがいる、大きいのがいる、大きいのがいる、大きいのが、ちょっとだけ大きい、あれよりちょっとだけ大きい、うわ、見えない見えないわ。実は今日何匹もあの中に逃げられてるか。やっと撮影できたね。やっと撮影できた。ここも必ずいるもんな。まあ、撮影できるときとできないときがあるけど。で、さっきのあれも逃げた。あ、いた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 。これはちっちゃい。これはちょっと小ぶりな子やね。ここの壁はもう、ああ、いらんことしなければよかった。まあいいか。いらんことしちゃったな。あ、なんか逃げた。お、カエルいる。ブストがいる。やっと姿捉えた、ここで。いつも逃げるんだよね。いつも逃げられるんだよ、ここでホルストに。絶対ホルストだと思ってた。だってでかいのがぼちゃんぼちゃん逃げるからね。いたわ。やっぱ来てるんだな。まあ、この辺での水場なんだろうな。うわ、うわ、逃げた逃げた。まあいいや、撮影はできたな。ちょっと、そしてこいつらはいつもの、姫山だね。姫山また生まれて。でもこれ水がないときは卵で耐えてんのかな。でもこのサイズだと成長めっちゃ早いよね。これ成長めっちゃ早いと思うんだよな。サイズ的に。うわ、なんか変な。おお、一応ホルストの姿抑えられたね。初めて。今まで絶対逃げられてんだよな。てか、また草が相変わらず高くなって怖い。うわ、しんど。この辺までにしとくか。うん、撮影できなければできないでもいいんだけど、
一応ホルスト取れたのは、あそこ、やっぱりホルストだったんだというのが分かったな。よかったな。やっぱりホルストだったんだな、いつも。逃げるの。いつもぼちゃんぼちゃん言うもんな。よし、よかったよかった。